ただきまーす。いただきます。じゃあ、いやー、僕は豚骨ですね。あーあー、いただきます。うん、おいしい。はい、うまい。トムさん、味噌。味噌おいしい。私、味噌です。味噌、あ、うん、トムさんと一緒だ。一緒、はい、一緒です。どうですか。いや、もうなんかしっかり味噌味のスープ、うんうん、大好きです、私。ね、美味しいよね。うん、私は、うま塩です。うま塩、うま塩です。うまいです。うま塩っていうぐらいですからね。そうなんですよ、塩味じゃなくてうま塩なんで、うん、本当に。で、二人一緒よね、斉藤さんと梅沢さん。うん、うん、美味しい。私、卵とお肉大好きなんですよ。お肉、ね、あ、そう、カップスターの中に入ってる。いや、確かに美味しいよね。美味しいんです。あ、うん、ちょっと今回は角田さんがわーわー、うん、わーわー言ってましたけどね。なんだその言い方。もう本当に声枯れそうだったじゃないですか。いや、本当、いや、もう枯れてますよ、私、はい、正直。ちょっとあの、この皆さんがね、角、うん、田さんに対してちょっと冷たいんじゃないかと。うん、なんだろう、あの、うまいよね、お芝居がね、うん、すごく。いやいや、それはその、だから、え、演技だよね。もちろん、もちろん。私はもう多分、分かっていただいてると思う。うん、まあまあ、分かってる。わだかまり解けたもんね。脚本家さんの、うん、以降でこうなっているというのはもうさすがにご理解いただいてると思う。まあまあね、そういう話し合いはしてますよね。今日なんかすごくいつもより体重乗ってた気がする。そうなんだよね。なんかちょっとね、うん、そうか、めちゃくちゃ良かったよね。ちゃんと大俳優さんに寄せてこう、うん、一生懸命お芝居をしてるんですよ、ね。大俳優って大俳優さんじゃん。バカにしてんな。完全にやってんな。大俳優さん完全にやってるわ。誰が大俳優だよ。まあまあまあ大俳優、おい、おかしいだろ。まあまあまあ大俳優さんじゃねえよ。よっ、よじゃねえんだよ。なんだよって、よってなんだよ。言ってたけど、言ってた、まあまあ内心ね、内心よ、それを代弁してるわけでしょ。でまた意外なのは梅沢さんね。はい、うん、梅沢さんもすごくない？すごかったのっていうか、こう今回が初なわけですから。そうですね、今シリーズが。梅沢さんはまだその誤解は解けてないんですよ。そうですよ。いや、私もあの言わされてます、もちろん言わされてます、はい、自分は自分の本意じゃないですけど、うん、でもやっぱそこはちゃんとこう気持ちを乗せて言わなきゃなっていうのはあるので、うん、そう、セリフを言ってる時は本気で思っていい。まあまあ、それはそう、それはやっぱそうしない。冴えない顔してんなー。いや、あの感じだったすっごい楽しいです。なんか楽しいじゃってるよね。ってことはじゃんか、こういうセリフを、まあ、普段人にこんな言うことないじゃないですか。ない、思ってても、思ってても、それを思ってんのかい。思わないですけど、なんかそれをこう口に出して言えるっていうのはやっぱ楽しい、スカッとしますね。なるほどね、お芝居うまいよね。うまいのよ。あと遠藤さんがなんか飛躍的に上手くなってないですか。飛躍的にね。うん、でもこの人なんか一人でツボって NG 出してました。なんかあったね。言うんだそれ。あれなんで笑ってたの。角田さんがずっとやってるあのおじいちゃんの声が多分私の中でずっとツボだったので。あれ何やいや分かんないけど。いらないんだよ。あれ最高、最高だった、最高だった。あ、そう、なんか冴えない顔してるけど。誰が冴えない顔だよ。褒めとけ。その前の冴えない顔してるけど、いらないんだよ。大俳優、大俳優って言うなよ。おい、大俳優、大俳優って誰が大俳優だよ。バカにしやがってよ。よーじゃねえんだよ。あ、だから山下さんもさ、まあ、山下さんが出てない間に山下さんのことが取り沙汰されてるわけですよ。そうそうですね。はい、うん、もうなんか今日私乃木坂側じゃなくて東京03側なので、どうしたの。いや、そうですよ。いや、まあまあ営業部だからね。そうそうそう、確かに、うん、なんですけど、営業部の一点なので。でもすごい角田さんには優しくしてあげました。今日優しくしてあげました。してあげました。大俳優は大俳優だ。誰が大俳優なんだよ。ほら映っちゃってんじゃねえかよ。大俳優が純粋ないい子一人もいないじゃん。本当だよ。遠藤さん、そこ学ばないでね、頼むから。いや、そうよ、本当に。お、頼むよ。今日楽しかったね。楽しかったね。まあ何よりだもん。次回もお楽しみに。はい。